はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。魔獣のお出迎えとは低調なことで、奴らここで俺たちを殺す気満々らしいな。罠って魔獣のことか。私の名はクロニエ。この弱っちい女は仮の姿よ。お、ああそう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 。これが本当の私の姿。ほら、そこの獣さんたち。私が相手してあげる。そうだ、これ。多分闇にうごめくもの。ホドラの支配と信仰を揺るがすべく活動する謎の組織。ああ黒い牙みたいな。多分何回か戦うんでしょうね。ソロンみたいに撤退するんやないかな。早い、30高速30。まあまあまあ、とりあえずは2方向から攻められる可能性があるので、可能性というか、あ動くのか。モニカの時動いてなかったのに、準備段階で動かなかったのにな。とりあえずぼちぼち動くか、待ち伏せるか。特にヤバいやつはないよな。待ち伏せるか。クロード・フォン・リーガンで弓持って待機で、後ろからレオニー。どうするんだ。ちょっと待てよ、この4人で上だからな。ということで、スリル で、 僕はいつでもいいですよ。鉄の弓装備スリル、ミスティア・フォン・コーデリア、ラファエル・キルステンで応援。ありがとう。よし。で、あ、ヒルダを隣に置けばよかったな。まあいいか。私ですか。ヒルダこっち。そして、さ、参りましょう。フレンで幸運の応援。レオニー・ピネッティ。弓装備しても意味ないのこの場合は。僕の出番のようだ。ローレンツ・エルマン・グロスタール。焦らず戦おう。先生こっち行くか。でマリアヌ・フォン・エドマンド。まあ様子見やな最初。ほらほら、のんびりしてると、え、私逃げちゃうよ。もしかして逃がしてくれるつもりかな。敵将の撃破やろ。みんな優しい。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。敵将に逃げられる前に倒さないといけないってことか。いって、なんで邪魔するの。なんで邪魔するの。おい、やっ、オッケー。力がさ、よっと、よし、はい、これも策のうちさ。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。こいつ倒さなな。逃げるってどういうこと？状況。まあいいや、もうとりあえずよくわからんから普通に戦うか。まずこいつを絶対殺す。こいつを絶対、戦技違う、計略で毒矢でやっちまうやろ。試してみよう。とりあえずアーマーブレイクしよう。アーマーブレイク、
手前2つが壊れた。で先生でなんか来るな。これなんだ、弓か、弓か。先生まあ弓ぐらいいいやろ。先生で魔物斬り、魔物、あー倒せないのかよ。鋼の剣使うか。戦技で魔物斬り、倒せないから、あー違う違う、戦技魔物斬り鋼の剣、迷いを放つ。おい必殺出た。まあいいか。よし、この体の速さ、こんな力が、速さいいぞ速さ。よし、そしてラファエル・キルステン、こいつ危ねえな。危ないけどどうしよう。ヒルダかな、ヒルダで、やっとく。あーマーブレーキする前に素材が欲しかった。あ、よかったよかった。うーん、イシティアで回復。はい、助かるよ。よし、でラファエル・キルステン、これ多分魔法来るよな。狙われるった方がいいかな。狙われてみようか。高速は、高速12、弓持って、弓を持たせてます。ちょっと鉄の弓で、左は、右は OK かな。右を、左を考えよう。どうしよっかな。クロード・フォン・リーガンで計略。うわ1足りない、もったいね、1足りないの。どうしよう、うん、レオニー・ピネッリ、戦技、魔物貫き、鉄の槍、違う、魔物貫き、鋼の槍、チッソ剣薬、あー必殺。無駄必殺が多いな今回。壊すやろ、壊して、でクロード・フォン・リーガンで計略で、ここをとりあえず壊す。使うなら今だろうな。よし、いいぞ。OK、そして残りのこれをラファエルじゃない、ローレンツ・ヘルマン・グロスタールで取りますと。でこいつを受けてもいいかもしれんね、ローレンツでね。ということでこいつを鉄の弓で一発。いいぞ。オッケー、アーマーブレイク。これはここでオッケー。そしてこの人たちをフレン、おおいいね。おお、どっちにしようかな。どっちでもいいな。フレンかな。
よし、どうだこれで。よし。よし。おい、弾くぞこの男、すごいな。うわ、なんか一気に頼もしくなった。最近のローレンズ頼もしい。ちょっと前まで、おい、いいね、弓持ったラファエルもいいね。ちょっときついな。多分何ターン目かに動き出すんやろうな、クロニエが。結構みんな来てるな。この3人皆殺しにしよう。でクロード・フォン・リーガンを射程に入れつつ皆殺しにするか。あ、いいね。鉄の海でこいつ、はい、これ、オッケー。悪いが俺の勝ちだ。いいぜ。そしてレオニー・ピネッリで鉄の槍、よいしょ、痛い、よいしょ、オッケー。ここで手こずってる場合じゃないんだ。そしてローレンツで鉄の槍で打ち取る。この僕に勝てるはずもない、この僕に勝てるはずもない。これクロードじゃなくてローレンツに向かわせた方がいいかな。宝は、うん、ちょっと一旦切ります。まあ、とりあえずフレンで回復して、あ、世話かけるね。ソシャル組で走ってもらった方がいいかもしれんね。そして上やね、こっち、ここ、この4人皆殺しにしたい、どうしても。おお、強いぞ先生。やるか、鉄の剣でアーチャーを倒す。よし、オッケー。この経験は糧になる。強いぞ、この経験は糧になる。そしてセリルで、あ、いいね、セリルでやった、勝てた。オッケー。でラファエル・キルステン、どうかな、まあ、やれるんだけどね。ハンマーか、どうする。リシティアで回復してライブして、よっ、ありがとな。よしで、ヒルダ・バレンティン・ゴネリルでやりまして、よし、やだ汗かいちゃった。やりまして、ここまで来るやろ。テオノいらない。そしてこいつをラファエル・キルステンで打ち取ると、完璧。おお、かっこいい。見ろ、腕の筋肉。おお、かっこいい。似合うね。やっぱ似合う。ハンマー。マリアのちゃんか。マリアヌのこれってさ、ターン終了時まで最初にやった方がいいってことやね。うん、まあいいや、これで来た来た来た、と、と、見え見えだ、はっ、はっ、
だ。オッケー。ヒルシクラッセを甘く見たか。弓矢怠慢で勝てるな。よっと。オッケー。強い。お疲れさん。強いクロクロード。おい強い。これはまだまだ強くなるぞ。頼もしい。よし。さあ急ごうぜ。こいつさあ何？朝メイの剣、高速30。ヒルダやったらさ、ヒルダあ追撃されないよね。気をつけようこいつ。無視して。アサシン回避52やばい。え？クロニエ直属で、あ騎士団持っとるんか。アガルタの術、隣接する敵は戦闘中当たるダメージマイナス3。魔法で叩けばいいねこいつね。剣装備時攻撃プラス5、鍵開け。2距離以上離れた敵との戦闘時回避プラス30。うわー倒しにくそう。猛攻か。猛攻は別に怖くないですよね。攻撃30、ヒルダなら全然耐えるから。こいつやってみるか。手出すか。手出して。よし。よし。よしよし。オッケー。あ弱い私に負けちゃう？ヒルダ釣り出すか。釣り出してみるか。釣り出してみよう。剣殺しとかはなかったから。ラファエルで力の応援して。ありがとう。で先生、先生、スリル、ちょっとこの戦リシティアを急がせないかんな。リシティア次第やな。リシティアでこのターン、クロー、槍使い、こいつ乗ってくるな。森を取られるな。どうしよっかな。計略プレーン以外効果乗るのか。ちょっとこれやってみよう。神速の構え大丈夫ですよ。負けないですよ。初めて使った。うおー鬼。クロードで回収に行けるな。やば。じゃあさこの2人さ倒そうか。あーフレン、フレンはいけないのか。ローレンツ・ヘルマン・グロスタールどんな感じ。強い強い。やばい強いぞ。ローレンツ・ヘルマン・グロスタールでやるやろ。で我ながら見事だな。我ながら見事だな。あいや違う、ここ。そしたら連携が乗るやろ。レオニー・ピネッティで13。ほら。あれ。クロード・フォン・リーガンで回収。宝箱、速さの指輪、お素晴らしいアイテムじゃないか。おお重さなしで速さが上がる、素晴らしい。フレン、さあどうだ。来るかやつは。来るな。頑張ってるね。そのまま地獄まで送ってヒルダ。負けるな負けるなヒルダ。生意気なのに
あ、オッケー、全然来た。今日名前来たのよ。オッケー、問題ないな。うわ、女っぷりが上がったか。よし、集中集中。曲が今までと全然違う。すり抜けとかじゃないよね。届くんか、普通に純粋に届くのか。あ、なるほどね。さあどうする。まず先生の位置が邪魔。先生、あーきついな。昼だ。あー、当たるのは当たるのか。ドーラ、あー命中しない、命中しないな。ドーラ、エンジェル、命中率が、命中率終わってんな。どうする。ラファエルは、必殺が怖い。必殺が怖い。X327、9時36。まあ一発ぐらい必殺出ても耐えられる感じか。天帝の剣、ダメやな。二距離攻撃やめた方がいいな。とにかく囲んだ方がいいよね、できればね。先生やってみよう。ちょっと待って、どうせ追撃されるんなら確実なやり方ないかな。戦技、攻撃、あ、いいね。ツバメ返してなんだっけ、飛行の敵か。あ、どっちがいいかな。23になったら、まあラファエル倒せるのか。じゃあツバメ返しかな。ツバメ返しで一撃与えて、のこのこ現れて、あんたばっかね。そんなんじゃお父さんの仇取れないよ。のこのこ来たのはお前だよ。あんたも殺してあげる、あたしのこの手でさ。それはどうかな。炎の紋章、まあ大丈夫だ。そしてラファエル・キルステンで、よしよし、連携が乗ってるね。連携を乗る前にさ、ツリルでさ、おー、ちょっと待って、リシティア・フォン・コーデリア、これ狙っとくか。はい、あーね、当たったし。まあいいか、当たったなら当たっていいよ。本当はラファエルで取ってもいいかなと思ったけど。お、いけ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 、殺せ殺せ殺せ。クソダサいんやけど、あんだけ威勢よかったのに。本気の私が、あんたなんかに負けるわけ。クソダサいんやけど、クロニエ。ほう、サロン、見てないで手伝ってよ、乙女の危機よ。ああそうだな、裏切られそう。
こもっとる腹案ずるな黒い。お前は獣のはびこる世を救済するその礎となるのだ。あ、ここスマブラの参戦ムービーで見た場所だ。あ、スマブラの参戦ムービーで見たやつだ。何？心臓今。あ、魔獣になるんか。え、生徒たちは今の、うん、なんなの、先生はどこ行っちゃったのよ。見たか。普通におるし。奴は飲まれた。近所の闇。おい、スキアリアズ、今切りかかれ、切りかかれ。未来永劫、うつろな闇をさまよい、再びこの世界に戻ることはない。天帝の剣は惜しかったがな。あなたの言うことなんて信じません。先生はきっと生きています。そうですわ、先生は特別な方なのですから。先生がこんなところで死ぬとはとても思えないがな。確かに、会話しとる場合から。おらぬであろう。殺せ殺せ。だが死んだも同然よ。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ。苦しかろう、絶望に飲まれよう。ほう、こりゃいいことを聞いた。我らが先生はまだ死んでないらしい。なら俺たちのすることは一つだな。先生の帰還を待ちながらあんたを撃つ。覚悟するんだね、師匠の無念この場で晴らしてやる。あ、ベレット抜きで始まるのか。その態度、つまらぬわ。まあ、めっちゃ動くな、ソロ。落ち着きね。肩がすごい動くね。行列人な。肩で呼吸するタイプの人か。あ、精神世界。この馬鹿者！おお、怒ってる。敵が待ち構えておるところに突っ込んで罠に引っかかるとはなんじゃ！お。スマブラのセリフ。お主は転がり出すと止まれぬ岩か。イノシシとてもう少し考えおるわ。スマブラより怒ってる。ごめん、ごめんって。悪かった。謝れば済むと思うてか。この闇は恐ろしいものなんじゃぞ。わしはお主と共にあればこそこうしてここにおるが、ここはうつしおから隔絶された闇の世。それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。闇の世界に行ったってこと。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。死ぬ覚悟はできたか。大乱闘に参戦するのじゃ。大乱闘に参戦するのじゃ。それはそうじゃ。わしとて死にたくはない。大乱闘に参戦しようや。他に術はないか。術？大乱闘に参戦。ジェラルトの日記は覚えておるか。ああ、でもよくわかんないんです。お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。うん。それはおそらくわしのせいよ。どういうことだ。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。
お主の中にあったわしが作用してな、ベアは一体いかにしたのか、お主の中にわしを存在させた。レアがさせた。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そう、女神。あ、レアの策略だったってことか。我が名はソディス。それが何の中、お主は聞いたはずじゃ。始まりのもの、うん、フォドラの守護者にして生きとし生けるものを導く神祖。わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心なのじゃ。うん、そんな気はしていた。高級の闇よりいずる術は一つ。ノーリアクション。わしの神祖の力を使うより他はない。力は取り戻したのかソティス。わしは体を持たぬ。うん、それゆえお主に力のすべてを渡さねばならぬ。それはお主と一つになるということ。そしてわしは消えるのじゃ。消える。消えるというてもすべてなくなるという意味ではない。わしはお主になるのじゃ。いつもお主と共にあろう。じゃがこうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの。わしは常にお主と同じものを見聞きし、お主に散々あれこれと言うてきた。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。礼を言うぞ。わしと共にあったのがお主でよかった。何これ、こちら。ちょっと待って、このなんかベルトの目線のところにメッセージがあるから、なんか面白いんやけど。目隠しみたいな。こちらこそ、こちらこそ。さあ願え。わしとお主の意志が重なれば二つは一つになる。あの森へと戻り敵を撃ち、コアッパどもを助ける。それがお主の願いじゃろう。わしとお主の意志は一つとなった。時のよすがをたどりて見出した斧が答え。始まりのものたるわしに示せ。あー、ソティスが。おー、あー、天帝の剣だ。あー、なるほど。ここで髪の毛の色変わるんか。え、なんかベレトが、そのベレトベレスが白っぽい髪の毛
になってたんだけど、信じてたぜ、紹介映像とかで。あんたなら切り抜けられるだろうってさ。ここでなんか、まずはソロンのやつを撃ってから反省会と行こうかね。貴様、ザラスの闇で何を見た。ありえぬ、あの闇をくらえるのは我が手で始末をつけねば戻ることもままならぬか。おお、なんや、おい、なんか出た。うわ、魔獣。なるほど、第2部ってことか。ここから第2部っていうか、この章のエリア2ってことか。ソティスと融合したことにより天帝の剣が真の力を取り戻しました。天帝の覇剣、お、強い。重さ7、重さ7はもともとか。威力がやばい。おお、ベルト、わー、髪の毛違う。でも傭兵っていうね、まだ中級職っていう。いやー、何もスキルないしね。マジか。じゃあ、あのスマブラの参戦ムービーは結構原作に準拠した感じだったんですね。セリフも見てたし。よし、頑張るか。ダメージそのままかな。みんな回復してる？してる？ない、してなかった。ちょっと状況、よしよしよし。5ターン目か。バンシーシータ、こんなもん余裕よ。魔力39がないよ。魔力というか攻撃39だ。マリエヌちゃんで何度でもいけるよ。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。